皆さん、こんにちは。ジャニーズジュニア発の人気アイドルグループ、キスマイフット2のメンバーで、随一の技量を誇るスーパーダンサー、最近では屈指の美容オタクとしても知られる、千賀健永さん。そんな千賀さんは、9月5日から放送がスタートした、ドラマ、愛人転生、され妻は死んだ後に復讐する、で、主演を務めていますが、そこで見せた千賀さんのある行動が、注目されているようです。また、千賀さんはこれまで、数々の女性との熱愛が報じられてきましたが、いよいよ結婚間近と囁かれているよう。そこで今回は、千賀さんの主演ドラマで見せた、話題となったある行動についてや、千賀さんの過去の熱愛歴、そして、現在結婚間近と言われている、噂のお相手について、調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。9月初旬のある夜、都内の飲食店から颯爽と姿を現したキスマイフット2の千賀健永さん。千賀さんはこの日、9月5日から放送が始まった主演ドラマ「愛人転生され妻は死んだ後に復讐する」の撮影を終え、共演者やスタッフら30人ほどでビルの5階にあるビアガーデンで打ち上げを行っていたようです。同ドラマの原作は人気漫画で、千賀さんと女優のカノンさんによるダブル主演作です。これまでグループとしてのドラマ主演はあったものの、千賀さん個人としては初の主演ドラマとなりました。放送は9月からですが、ドラマの撮影は8月末に終了しています。暑い中での撮影でしたが、千賀さんは得意の美容ネタで盛り上げたり、スタッフを気遣うなど、座長らしい働きぶりでした。この日は番宣の撮影などがあり、その後に打ち上げが行われたのです。千賀さんとカノンさん、そしてファンタスティックスの佐藤大樹さん、小島富士子さんら、メインキャストが揃って参加していました。と、あるドラマ関係者は語ります。千賀さんは、打ち上げの席でも、座長、ぶりを発揮していたようで、2つのサプライズを用意していたといいます。前室の関係者によると、お肉屋さんを経営している千賀さんの弟さんが、打ち上げの会場にお肉を持ってきてくれたんですよ。すごく美味しい肉でみんな喜んでいました。それだけでなく、千賀さんや共演者の方たちが、ドラマや撮影に関するクイズを作ってくれていたんです。このクイズ大会のためにわざわざ、早押しボタンまで用意されていて、こんなことしてもらったのは初めてです、と感激しているスタッフもいました。約2時間、そうやってずっと、千賀さんが盛り上げてくれて、本当にいい打ち上げでした。千賀さんの、スタッフをねぎらいたい、という気持ちが、痛いほど伝わってきました。と言います。大いに盛り上がった打ち上げから出てきた千賀さんは、いい仕事したぜ、と言わんばかりの、表情を見せていたと言います。そして、その最手にしていたバッグにも気になるものが、その正体とは、千賀さんが手にしているのは、エルメスの高級バッグ。ついているのは、千賀さんの個展、フィンガイズム、関連のグッズのようです。千賀さんはライフワークとして、アート制作を行っており、オリジナルグッズも販売されています。と芸能記者は言います。愛着のあるグッズが、高級バッグで、さらに輝きを放っていたようです。さて、こうして座長としての務めを果たし、仕事面は充実しているように伺えますが、プライベートはどうなのでしょうか。芸能タックル。千賀さんはこれまで何度か熱愛が報じられてきましたよね。2009年頃には、元ベリーズ工房の清水咲さんとの熱愛が噂されました。二人は同じ日の出高校出身で、清水さんが一つ上の先輩で、同じダンスサークルに所属しており、仲良く下校したり、楽しそうに会話している様子が目撃されたことが、交際が噂されたきっかけのようです。しかし、決定的な証拠などはなく、本当にただ仲の良い友達だったのかもしれないですね。また、2013年には、千賀さんにモデルの彼女がいると言われた時期があり、その相手は、吉倉葵さんだったのでは？と、言われています。
ドラマで恋人役を演じたことから噂が浮上したようですが、こちらも特に報道がされたわけではないようです。さらに2015年にはいくつかの匂わせによって元 AKB48 指原莉乃さんとの熱愛疑惑が浮上しました。また指原さんは同年9月27日放送のフジテレビ系ワイドナショーで他のアイドルの熱愛発覚に対して恋愛禁止やめませんと発言。これについてちょうどこの頃に自身が千賀さんと交際中だったからではという見方をしている人もいるようです。そしてしばらくして2021年11月3日放送の今夜比べてみましたで共演。この回は美容にこだわりがあるゲストが出演しており、指原さんが MC を務める番組に美容に詳しい千賀さんが出演するという形になりました。これが久しぶりの共演となった2人ですが、一部ファンの間では以前熱愛報道があった2人は共演 NG じゃなかったの?と話題になりました。他にも元 E ガールズの鷲尾玲奈さんや一般女性との噂もあったようですが、あくまでファンの憶測に過ぎなかったようです。そして現在も彼女がいるという千賀さん、そのお相手は元セクシー女優でタレントの三上優愛さんです。2014年まで鬼頭桃奈という本名で SKE48 のメンバーとして活動していた三上さんは、グループ卒業後の2015年からセクシー女優として活躍していました。2023年8月には30歳を迎え、惜しまれながらも引退した彼女は、現在は自身のアパレルブランドをプロデュースし、経営者として、またインフルエンサーとしても人気を誇っています。そんな2人の交際は、2023年9月6日に文春により明らかになりました。文春は8月31日の夜に、千賀さんが三上さんのマンションを訪れる姿を報道。しかしこの4時間後にはなにわ男子の長尾謙杜さんが三上さんのマンションを訪問したとあり、略奪三角関係と言われているようです。文春にはこれらについて、2人は 2,3 年前に同郷で出会い、すぐに交際へと発展、交際は約2年ほどで23年6月に破局。その後長尾さんが三上さんに猛アタックし、現在は長尾さんと交際中。破局後も千賀さんは何かしら理由をつけて三上さんの部屋を訪れているなどと報道。三上さんは千賀さんと熱愛報道が出ていたものの、6月には破局済みで現在は長尾さんと付き合っているのだとか。一方千賀さんは破局後も三上さんの愛犬の世話をすると何かと理由をつけて訪問しているようです。ちなみに三上さんは千賀さんとの交際中に YouTuber のカノックスターさんとの熱愛もあったとのこと。しかしこれについては共演した動画が何本もアップされていたことがきっかけであり、あくまで依頼された仕事だったようです。いかがでしたか？千賀さんと三上さんはお互い嫌いで別れたわけではないようで、今も顔を合わせているとのこと。長尾さんと三角関係と言われているようですが、千賀さんは破局報道後も会いに行くほどですので、三上さんの気持ち次第では電撃結婚なんてこともありえそうですね。その場合はまた報道があるかもしれません。今後の動向から目が離せませんね。引き続き千賀さんを応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。